前田賢治は芸能史研究家、企画、編集者、工学館大学非常勤講師、三重大学非常勤講師、情報演芸資料のコレクター、立命館大学卒業、三重県生まれ、髪型を中心とした寄せ芸能の歴史に興味を持ち、落語放送の録音を手始めに、古書、レコード、紙物写真などの演芸資料の収集を、 1970年頃から始める。中学2年の時に、桂米朝氏に教えを凍うたことをきっかけに、以後、寄席芸能誌の調査研究などに携わる。情報落語に関する個人資料コレクションは1万点を優に超え、物資の量と質を誇り、6代目小福定昇格、5代目桂文恵、3代目桂春男次、2代目ロノゴロベー。 カツラ吉朝などの遺品資料整理などにも関係している。また、落語を通じて、日本の伝統芸能や民族芸能にも興味を持つようになり、ことに出身地である三重県の民族、芸能などの調査研究に携わる。1995年から伊勢神宮内宮前の地域再生を目指した民間施設、おかげ横城に勤務。祭 文化事業の責任者として、日本文化をテーマにした催しの企画運営や、地域一体となった街づくりに携わり、多くの行事などを創生、定着させ、ソフト面から江戸の昔の賑わいを再生。2000年、フリーとなる現職。芸能関係はもとより、地域文化史の企画編集や、地域資源を生かした文化事業等に多く関わっている。特に、伊勢島地域。 世界遺産、熊野古道、三重の祭りとの関わりが深い。2003年には、三重県の事業である、熊野古道アクションプログラムの作成。2006年には、三重県立熊野古道センター管理運営計画の策定に手腕を発揮。他にも、鳥羽市の離島振興策、伊勢市総合文化史事業、東紀州地域振興創造会議、多滝町,町まちづくり自家系人塾などにも参画。 2007年には、池田市立情報落語資料展示館の開設に、あたっての総合監修、第情報落語展の展示企画を手掛けた。2008年度から文化庁芸術再審査委員、三重県市執筆委員。2010年度から工学館大学文学部非常勤講師、四日市大学総合政策学部非常勤講師、四日市市民文化奨励賞を受賞。 2011年には、桂三種の6代、桂文江フ襲名プロジェクトのアドバイザーに就任。以後、7代目、月亭文と、3代目、桂文之助ミ3代目、林明熊る、3代目、経花団治む、7代目、昭福亭松隆4代目、桂春団児4代目、桂正ラ文枝、らの襲名に関わる。 2011年度から大阪府立情報演芸資料館運営コンマ会委員、吉本工業者紙編参委員、2014年度から三重県立図書館協議会委員。2016年度から三重大学教養教育機構非常勤講師。ありがとうございます。